二人野郎の顔と名前は分かったわ。残りの仲間は三人。俺がクラピカならターゲットを変更する。問題はいつやるか。クラピカたちが先回りしてるといいけど。あ、レオリオ。あ、とめで俺のお先真っ暗だぜ。攻撃するまで 0.7 秒前後。ペンネームキッチョムさんからのリクエストです。結局気が変わって入団したくなったんだよ。これも何かの縁ってやつよ。これなら目をつむっても不自然じゃない。それより鎖野郎ってどんなやつ。くそ、いい質問だぜ。時間を稼ぐんだ。無駄だね。もし知ってても別のこと考えて。あんたたちが作り出したイメージを読むわけではない。それが元気よく加工されてない気。さあ質問よ。糸を切るにはやるしかない。入り口の方からか。ちょっと見くびってたね。鎖の攻撃は団長なら十分に回避できる。でも停電、七時決行など、なぜ前の質問で記憶として浮かび上がらなかった。理知的で頭の回転が速く、それはこのメッセージが真実だから。奴は仲間を見殺しにしてでも団長を殺すだろう。これからおめえは一言も話すな。一応必ず向こうからアプローチしてくれる。忠実に動くのが大原則だ。頭より足の方が大事な時もあるだろう。生かすべきは個人ではなく。みんなに話せば奴は倒せ、造作もなく。団長の占いはどうだったのだろう。考えすぎてるわ。団長がさらわれた。団長、見た目に惑わされぬことだな。圧を受け流せるほど今私は冷静じゃない。取るに足らない出来事というわけだ。昼下がりのコーヒーブレイクと何ら変わらない。お前も飛んだピント外れだな。死への不安、恐怖、何もないわ。その人の音も、あなたの音も。お前らは一体。鎖野郎からのメッセージはこれ。メッセージの裏をよく読め。引き出しは難しい。おそらく。とにかく対策だ。それがウボを殺した鎖か。お前に話すことなど何もない。クラピカ、意外な穴。これから3つ指示する。鎖野郎か。人質の2人に危害を加えるな。ならば交渉の余地はない。では戦慄という女のこと。その他一切だ。これから場所を指示するが。変わったぜ。これからパクノダ1人とは。指定場所はリンゴン空港だ。8時までに来い。おい、パク待て。見たら団長がやられるんだぞ。バカかお前。ここでパクノダを追跡するのは必須。今はまだ指示に従った方がいい。僕も。こいつは明らかなルール違反だ。うん、呆れたな。話にならん。そこから一歩でも進んでる。団員同士のまじ切れ禁止。お前、やつからだ。でもさっきまでパクノダを追うかどうかも。これじゃあ追跡は無理だね。そうか。団長と戦うチャンスだな。クロロよりちょっとだけ付き合い長いしね。リーダーへの条件、ここでリーダーの動きを封じたところでない。それが最優先。この2つが条件。そして私のことについて一切情報を漏らさぬこと。ゴンとキラーが捜査系の能力者に操られ、人質交換の前に言っておくことが。パクノダがなぜ一人で来たのか、そのことに団長はそれを遵守しようとしている。今あなたと同じ理由でそこに立っているのよ。それに気づいているのでしょう。分かったわ。交渉成立に。理不尽な交渉だと思わないか。場所を言え、パクノダ。二人を連れて戻るのは私だけ。本気か。時間の無駄ね。私が吐かせれ。本当に操られてるからって思ってんの。一歩でも動いたらその首へし折るぜ。もしもお前たちと約束を交わしたのな。勝手なことごちゃごちゃ吹き上がって。もうやめろ。団長がすでに死んでて。お前らどっちも団長に寄りすぎだぞ。いいじゃねえか、好きにさせて。それでいいよ。それで気が済むならね。ボスだ。
よ。大丈夫か？私の動向を調べる術はなくなったぜ。ご自由に。あっちから人が来る。ありなしで顔変えると 4,5 時間で元に戻っちゃうから。ずっと待ってたよ、この時を。こんなもの必要ない。なるほど、団員じゃないなら話せるな。密かが団員ではないことにリーダーが気づき、どうやって抜け出したの？もう逃げていいよと。団員は半分になってるはずだったの。これで全てが解決したわけではない。にゃ、その代わりシャルマン君、フランク、お前やっぱり後に操作されてリンクス、全て込める。全て分かった。このまま下がらないといいのにね。もし本当に復讐だけ考えたなら、そりゃ対象が一人だったらな。報復のために生まれた能力だと思うけどね。いい仲間を持った。俺たちもオークション会場に行くときは。でも確率は五分五分だよ。現実的でかつ堅実。オークション会場は B ホールだって。あっちだ。鎖野郎をやるわけにいかなくなったしな。こういう時便利だよな。憎悪や執着の対象へおのずと向かう。だから鎖野郎をやるわけには除去できる者がいるってことはな。今日は純粋に競売を楽しみに来ただけだ。あんたたちなぜ逃げないの？なんでそうしないの？あいつの仲間なんでしょ？お前らに感謝してたぜ。お前らのターゲットがかけたお金も相当高額になってますよね。ここではいろいろと噂が流れておりますが、どうなんでしょう？クラピカ！ボス、地下競売は。エリザがひどく取り乱しちゃって、それで自分から帰るって言い出して。あいつら自分のやるべきことをやってる。誰かがプレイし続けている限り、当オークションに譲渡されたものなのです。このゲームがクリアされなかった場合、ゲームクリアの夢を託すことにすると。死を伴う大変危険なものなのです。10億出ました。15億出ました。シュニアがその中から瞬時に一番高い額を発表。16番250億出ました。あいつ、いくら持ってんだよ。305億ですか。ブリードアイランドのゲームクリアに協力しますよ。はい。いや、ないよ、まだ7夜だ。というだけでも君たちが特別なのはわかる。プレイ人数が限られているからね。グリードアイランドを競り落とした人の中にも、1つのハードで8人がプレイヤーの上限だ。グリードアイランドのセーブデータを持ってるんです。ゲーム機からそのカードを抜くためにもう一つ相手対象としての資格はあるようだね。やってもみないでなんでわかるの？リセットもメモリーカードを抜くこともできない。最低でも現実に戻れるアイテムをグリードアイランドの経験者だからだ。すぐにゲームオーバーだ。もし参加する気があるのなら、そのメモリーカードはどうやって入手したんだ？審査か。私たち盗賊。カードが一つ刺さってるってことか。私行くよ。ゲームだよ。お前らもやらないか？実際に死ぬかもしれないゲームだって。くれちゃって。そう。つまり必殺技さ。うん。クラピカは旅団に対して、かつ自分の系統に合ってて実践的であり、まずどんな能力にしたいかだな。じゃあまずは自分の系統から考えてみようぜ。一体な。じゃあキルアはどうなのさ？俺は今日から必殺技の特訓に入る。こうして脅しでもしないと。程度の念ではすぐにゲームオーバー。全然大丈夫じゃなさそう。高価なゲームを狙ってるそうじゃないか。鎖で遊ぶ以外何もするなと擦れ合う音を感じるようになる。そうだクラピカ、俺の師匠になってよ。残念だがそれはできない。え？あれからすでに2日経った今では、その人に聞いた方がいいんじゃないか。その中で最も攻守のバランスがいいからです。
け焼き場の必殺技もどきなど見せられたら失望するその人を見ていればわかるね。はい。そうすればおのずと答えは出てきます。リミチが一番の近道ですよ。期限がなければ今度は全てを同時に見せなさい。覚えたこと、全てを同時に、オーラが全く出ていない状態にする。それを同時にって出るのと出ないの同時にやるなんてしか覚えてないのに、バトルに出ちゃって大怪我したんだ。オーラを目に集中して隠れたオーラを見つける。わずかだけどオーラが出てる。よし、できた。レンで増強したオーラを一箇所に集中したら。1分1秒惜しんで修行しているからな。クラピカをよろしく頼む。うまくブレーキかけてやってくれ。え、医師や教師に向いてると思う。俺もそろそろ本気出さねえとな。グリードアイランドを278億で落札。必ず落としてやる。クラピカがヨークシンを出るなら安心だって。あいつもまた会おうって言ってたぜ。やっぱりすごい人だね、セパイルさんって。桁2つは違うんじゃねえか。よっしゃ、そうと決まれば善は急ぎだ。ここまでするのには何か理由があるんでしょうかね。会場前はすでに長蛇の列になっております。まず各々の念を見せていただき。マネーハンター、手すげろ。奴が動いてるってことは。ステージはシャッターとカーテンで仕切り。では審査を受ける方はこちらからどうぞ。それでは1番目の方どうぞ。こちらの問いに対し決して返答などないこと。会場には約200人の志願者、そして20人ほどは動かない。10人近くが中に入ったのに誰一人出てこない。点で話にならない。まさか不合格者が戻ってくるのを期待して。つまり新たなプレイヤーを投入できないのだよ。これ以上もクリアした者がいないとされるゲーム、空席を残しておこうって考えるのが普通。俺が見ても明らかにダメ。うん、お前気づいてたのか。そりゃそうだ坊主、おめえの勝ち。バカと利口の両方兼ね備えてねと。天野に限って落ちたりすんだぜ。聞こえるよ。冒険しなきゃ前に進めない。俺たちの最も重要な仕事は待つこと。俺はもう殺し屋じゃない、ハンターだ。この時のレンが実力の全てではないことを見せてくる。オーラを電気に。いや、よかろう、合格だ。お前は一体。強力な電気ね。やっぱりおっさんの読み通り。末恐ろしい子供たちだ。とりあえず第一関門突破だな。怪我をしたり死んだりしても文句言わないだぜ。特に問題はねえだろ。その何かだ。何かって何だ。俺たちはもっと早くゲームクリアするつもりだけどな。からスタートしても行き着く先は皆同じ。すぐにゲームを開始してもらうのだが。じゃあグーパージャンで決めようぜ。このゲームはジンが残したメッセージ。俺が行くまでスタート地点で待ってるよ。おお。これよりゲームの説明をします。それでは指輪をはめた手を前に出し、それは集めたカードを収める本になります。ページをどんどんめくってください。ナンバー0からナンバー99まで100個あります。それがこのゲームのクリア条件となります。例えば剣というアイテムを入手した場合、ただし一度ゲインでアイテムに戻したら、うん、なんとか。たとえ4人目がそのアイテムを手に入れても、この場合も二度とカード化はできません。もしもプレイヤーが死んでしまった場合、あとはゲームを進めながらより詳しい情報を。そちらの階段からどうぞ。これは俺が仲間と作ったゲームだ。楽しんでみてくれ。理由がどうであれ、ここまで来た以上。ジルダ、べっとりとへばりつくような視線。見られてるな。お、切るわ。おまた。でも問題はなんでこっちを見張ってるかってこと。前のセーブデータさ、ブック。ゲームを楽しめって。君たちゲームは初めてだろ。ここはスティールのカードで。キルア君とゴン君か。
トレースで十分。トレースオン。こいつやばい。ゲームに。ああ、一緒に行かないか。旅団の活動に関係ありってこと？何かされたのは間違いないんだし。魔法？どんな？さあな。うわあ、これ全部検証？重要なアイテムなのかな。おそらく。収集もしなきゃいけないしな。それではスタート。誰？物知り。なんだそれ。はい、商品のガルガイダーね。左の数字はアイテムのカードナンバーで、カード加減度枚数のことね。内側からボーンとよ。ゲームに参加して命の危険を伴うゲーム。わからない。安心しな、他のプレイヤーによる念のせいだ。念？それより俺たちと組まないか。スタート直後にもう柳に会ってるし。もしかしてずっと見てたの、俺たちのこと。君を攻撃したスペルについてもね。俺たちの誘いに耳を貸すようになるからな。また戻ってきたのかもしれないだろう。スペルカードでしか防げないからな。ねえ、スペルのカードはどうやって手に入れるの？キルアにかけられたスペルも気になるし。ああ、他はあっさり断られた。君たちと時を同じくしてきた人物だ。人を殺傷する類のものは一つもない。その中で君たちが受けたスペルは調査型。それであの時。あ、すぐに現れ強奪する。プレイヤー狩りを目的とした最も過激な奴ら。うん、大きく分ければその3つだ。自力でカードを入手できない者たちが、その分カード化できるアイテムが増えるからだ。このゲームが世に出て10年以上、ゲームを攻略する。協力してほしい。厳密に言えば3つとも全部使うが、スペルで奪うだろう。正解だ。カード化限度枚数、それを逆手に取る。前提がカードの奪い合いだからだ。バッテラ氏の依頼でここに参加したんだろう。現在仲間は53名。君たちに今かかっているスペルも解除する。あんたはどうだい？一つ聞くが、入ろう。君たちはどうする？君たちには一度ゲームの外に出てもらう。なぜ？ゲームの外に出たら10日以内に戻ってこないとデータは消滅する。どういうことだか説明しろよ。これでキルアのスペルは当分かかりっぱなしになっちゃったし、真剣にゲームを楽しんでると思ったから。そうか？俺はありだと思うぜ。勝った方が相手のカードをもらえるってのはどうだ？やり方はハメみたいでかっこ悪いけどな。キルアと一緒にここに来られて。うん、逆だよ。なるほど、そういうわけ。互いの気持ちを深め合うゴンとキルア。決勝戦第7ゲーム、じゃんけんぽん。おお、見ろよゴン。このカードをどうやって守るかだね。真実の剣を置いていってもらおう。はったりだろ。他のプレイヤーの指定ポケットカードを。おじさん、攻撃スペルは唱え終わらなきゃ効かねえんだって。あいつらムカつく。次の目的地は魔法都市マサドラってことで。君たちにやってもらうのはスペルカードの収集。防御スペルの中でも特に効果が強い。これまで誰一人として手に入れたことがない。任意のカードのカード化限度枚数とスペルカード全40種類コンプリート。早く水と食料買ってマサドラ目指そうよ。どっちがいい？2万の方。やっぱこれじゃ分かんないな。マサドラに着くはずだ。山を越えた先には怪物がわんさか出てくる。ああごめん、無理。おめえなんざ片手でちょちょいだってのに。こら待ちやが、来てください。うん、それじゃあまずその1、その2。ブック。コルトピのカードは変化なし。特殊な能力を持つアイテムは吸うことができなかった。このゲームは仮想世界ではなく、わざわざ体までどこかに飛ばす必要はない。部屋をどこかへ強制ワープさせるくらいが関の山。なるほどね。で、だからどうなの？3つ選んで現実世界に持ち帰る。お宝は簡単に持ち帰れるかもしれない。なるべく早く全て把握したいところだな。どっちが多くプレイヤーを殺すか競争だ。それはちょっとひどすぎない？
助けてください。お願いします。ついには死に至ります。もう我々の手元には一銭も。